社株式会社ご機嫌ジャパン。みんなで言うじゃん。俺、みんなで言うのね。あ、一人で言うの。あ、じゃあみんなで言って、弊社代表取締役。弊社株式会社ご機嫌ジャパン。代表取締役、白畑一穂です。私たち、劇場版ご機嫌帝国、インフィニティ。アイドル界のダンシングクイーン、星志穂です。29のたまってちゃん、加藤彩です。あなたの隣人、お隣さなりです。ママや内緒の僕邸の公式バグ陣宅です。え、落とし穴誰も言わなくなってるなんかもう最近言わない。何、いじめいじめられてんの。ちゃんとね、あのやってね。あ、はい、実際いじめられてるアイドルグループで。あの見なくなって結構な。そうだよ、うん、はい、人がいなくなっていじめが起こるよ。その方が美味しいから、はい、言って、はい、美味しいから。これはね、いじめじゃないんですよ。弊社にいじめなどはございません。弊社はいじめとかない、クリーンな会社なんで、はい、アットホームな職場です。楽しい職場です。今この、ご機嫌帝国で使ってた無印ご機嫌とか言われてるんでしょ今。うん、言われてる。ご機嫌帝国、無印で使っていたこのチャンネルはですね、あのご機嫌帝国インフィニティになってから、まあ、ちょっと更新してなかったんですけど、新しいチャンネルができたので、まあ、この度こちらのチャンネルは株式会社ご機嫌ジャパンで不定期に動画をアップしていくことになりました。イエーイ。まあ、何をアップするかと、まあ、言いますと、まあ、会社で何かをしますよっていう時とか、あとはね、ご機嫌インフィニティの告知とか、あとね、沈黙の整形の動画も上がってないんですよ、ね、いやいやいや、言わないで。沈黙、はい、の整形の動画見たいでしょ、見たい。沈黙の整形の動画ってことは、沈黙が整形したってことは先に言うなよ。まだ言ってない、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 言ってない。そんな感じで、ちょっと不定期に、まあ、会社での報告とかそういう感じのなんか動画をアップしていけたらいいかなと思います、うん、で、劇場版ご機嫌帝国インフィニティの方ではね、うん、新しいチャンネルがあるんですよね。はい、こちら、うん、毎週水曜健康をテーマに私たちが動画を上げております。はい、はい、心の健康、体の健康をテーマに動画を上げております。こちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。例えばどんな動画上げてるの。マシュマロキャッチとか。みんなでさ、連続して何かをクリアすると、うん、スカッとスッキリするよね。マシュマロキャッチとかね。オタクのみんなね、あと巻き込んでやった。高縄とかやって。そう。マジでよ。ソーラン節踊ってよ。ソーラン節踊って。え、私マジでソーラン節をオフ会、あのファンクラブのオフ会ずっとやろうと思って。あ、そうなんだ。そうそうそう。あれって何が楽しいの？え、楽しくない？ソーラン節踊るの？え、じゃあ分かった。ソーラン節をやるときは一応ちゃんもやる。え、そのときは私も行くわ。呼んで呼んで。構えてて行くわ。知らねえ。知らないか。ちょうどこいじゃん。ちょうどこいじゃん。いい運動にはなる。そうだから。じゃあやろう。はい。こんな動画が上がってるということで、ご期待インフィニティのチャンネルもぜひチャンネル登録してください。はい。お願いします。はい。そしてこのチャンネルもね、チャンネル登録をしてない人はして、してる人はあの。チャンネル動いてないからといって外さないでください。そうそう、今まではね、ちょっと優しい人たちがね、そのままにしててくれて、そのままにしといてくれて、本当に ね、まあ、ちょこちょこ不定期にはなりますけど、アップしていきたいなと思います、はい、というわけで、引き続きこのチャンネルも、ご期待インフィニティのチャンネルもよろしくお願いします。バイバーイ。